今回はいつもの商品紹介ではなくて商品提供を受けました株式会社ケンカンパニー様からジンジャーエールですね。ここに並んでる4つ、これのサンプルをいただきました。ジンジャーエールって言うと夏の飲み物、喉を癒す、お酒とか何か他の飲料と混ぜて使う、そういうものと思われてます。日本ですと強いところが2社ありまして、その2社が作ってるジンジャーエールというのは生姜そのものではなくてジンジャーエキスを使ってます。だからほとんど生姜系がないんですよ。ちなみに私ジンジャーという単語を習うまでジンジャーエールのジンジャー意味がわからなかったです。そりゃ生姜の味しないんですから。でもこの商品フレッシュジンジャージンジャーエール by ブルースコスト、これは違いますね。まず本物の生姜が一かけら入ってます。4種類のフレーバーがありまして、オリジナルというプレーンな味、それには一かけら入ってますね。他のものは少し抑えてるみたいです。でこれ振ってみるとすごいんですよ。こういう風に動かすと中で生姜が動いてるんですよ。これは普通に流通してるジンジャーエールではないですね。ジンジャーエールというと夏の喉の渇きを癒すすっきりとした飲料、サイダー系、これは違いますね。一年中飲みます。生姜っておなじみの体を温める効果があります。その効果があるんですよ。これら全てには本物の生の生姜が入ってますから、冬は体が温まって新陳代謝が早くなる。夏の場合は冷房とかで冷えた体、それに対して体を温める効果があります。わかります。思いっきり生姜の味がします。あと女性に生姜とかザクロ、そこら辺の効果が人気があります。でこのジンジャーエール 100% 天然のものを使ってます。生生姜、糖分はサトウキビを使ってますね。それ味は4種類ありまして、まずはプレーンなオリジナル、パッションフルーツとジャスミンティー、一番新しいシリーズのザクロ味ですね。飲み方、そのまま飲むのが一番ですね。飲む時の注意があります。普通のジンジャーエールって生ぬるい感じで飲んでもそんなにまずくはないですけど、これはこのジンジャーエールは冷たくないと美味しくないです。なぜかと言いますと生姜の成分がそのまま入ってるからなんですよ。温度がちょっとでも高くなってしまうと生姜の刺激的な味、それが目立ってしまいます。だから季節問わずに必ず冷蔵庫に入れといてください。冷やした冷蔵庫に入れて夏でも冬でも冷たい状態で出す、これは守ってください。次にアルコール飲料の代わりに飲むのもいいですね。みんながお酒を飲んでる中で一人だけ飲んじゃいけない時、車を運転してきてる、これから仕事がある、まあいろいろな事情でアルコール飲めない方います。みんながアルコール楽しんでるのに自分だけソフトドリンク、それですと胃に溜まってまあちょっと不快な気分になってしまう。このフレッシュジンジャージンジャーエールはしっかりとした味がありますので、飲みすぎるってことないですね。じっくりとお酒のように味わえます。あとはノンアルコールカクテルとして、このジンジャーエールを1、ノンアルコールビールを2、その割合で混ぜると体が温まってしっかり感のあるカクテルができます。ビールの味もジンジャーエールの味も消えてしまいます。消えて全く新しい飲料になりますね。あとホームパーティーとか居酒屋、あとは家庭でも店舗でも使える方法、このジンジャーエールに柚子とかオレンジとかいろいろな果汁を絞る、ちょっと入れるだけ、それで味が変わりますね。そう、お店ですとこれコップに注ぐんではなくてそのまま出すのがいいかもしれないですね。そのまま出してその店スペシャルのトッピングをする、レモンとかを置いとく、まあいらない人は取って飲みますし、欲しい人は中に入れてしまう、そういうスタイルでも楽しめますね。まあビールをそのままラッパ飲みするスタイル、そういうスタイルのレストランありますけど、一人だけソフトドリンクの瓶だと何か引いた感じになってしまいますけど、デザインもいいですからね。あんまりソフトドリンクっていう感じしないですから、みんなと一緒にアルコールを楽しんでる感じで楽しめる、そういう商品デザインじゃないかなと思いますね。楽しむための飲料としても面白いですし、ビタミン C が入ってますので女性とかの健康にもいいですね。肌にいいって言われてますね。こっちのザクロの方が生姜の
生姜の味が強い感じ。おこの商品問い合わせ先、株式会社ケンカンパニーさんにお願いします。あの連絡先とかこの下に書いてありますので、直接コンタクトを取ってください。まあ、ジンジャーエールというと当たり障りのない飲料、カクテルの脇役、安い、何が生姜なんだ、そういうイメージがありますけど、このフレッシュジンジャージンジャーエール by ブルースコスト、これを飲むとジンジャーエールの意識か絶対変わります。あと飲食店経営してる人、何か新しいもの刺激を入れたい、その場合このジンジャーの刺激入れるといいのかなと思います。資料を読みますと、個人向けのパッケージもありますね。8本単位のケースと書いてありますね。まあ、詳しいことは下の連絡先、株式会社ケンカンパニーさんにお願いします。私の動画で商品紹介やりませんか？もちろん広告料とかいらないです。商品サンプルを送って私がいいなと思えばこの動画で取り上げます。広告というといろいろな手段がありますけど、全て高いです。その中でこの私の動画のメリット非常に高いですね。必要なコストは商品を作った原価、それと送料だけです。これだけで1000回から倍によっては1万2万15万ぐらいの露出度あります。まあ、私は非常にお得だと思いますので、いろいろプロモーションを行う一環としてこの私の動画活用してください。ただ商品を送る前、一度パーソナルメッセージください。